広島打線爆発。広島が初回に2点を先制されながらも、直後の2回に今季1イニング最多となる9点を奪って逆転に成功した。6連打を含む1イニング9安打で圧巻の攻撃を見せた。初回は久々の先発となったハッチが2アウト1塁から相手主砲村上にバックスクリーン左横への先制ツーランを被弾。いきなり出花をくじかれる展開となった。しかし、直後の2回に攻撃陣が爆発。先頭、小園がデッドボールで出塁すると、坂倉、菊池も連打で続いてノーアウト満塁の好機を迎えた。ここで矢野がライト線を破る3点タイムリー3塁打で一気に逆転に成功。さらに、ワンアウト3塁から投手ハッチが来日初安打となるタイムリーヒットで加点した。その後も秋山、野間、堂林、小園、坂倉が安打を放って、相手先発山野を KO。初回は無安打に封じられていたが、2回だけで一気に9安打を集中させた。坂倉は1イニング2安打をマーク。最終的に打者15人の猛攻となった。広島の1イニング9得点は2022年9月10日のヤクルト戦で3回に12得点をマークして以来となった。うまい、ビールがうまい、花火大会みたいだ。さあエンジン全開だ。ヤクルトのヘボピッチャー、しかも新人ピッチャーならカープ打線でも打つな。堂林が2本打つくらいだから。なんだ、これ、ボール変わったのか？雲行き怪しいな。荒い野球、こういうの多い。学ばない、変えない。シャイナーはボールが見えてない。使えませんわ。リードしてる気になれない。ハッチの内容が悪すぎる。大逆転負けだけは、やめてくれませんか？何卒、よろしくお願いします。なんとなく読めたぞ。ハッチが6失点して、島内が追いつかれるパターンだな。相手の自滅に乗じて、大量得点できる、強者のチームになってしまったか。満塁ホームランから、変わったか。いいことではあるんだが。シャイナーに的確なアドバイスできない。打撃コーチはいらん。甘い球全く振らないやん。論外。今は、9対6になってるよ。早く、追加点取らないと逆転されるよ。初回に2点取られて、半分負けを覚悟してしまいました。反省です。ハッチとかお話にならないね。もう1軍で投げさせる必要なし。